今日は10月26日土曜日。ところがですね、すごいものがあるんですよ。もうこれ以上は大きくならないんですがね、これは篠原ですね。篠原のこのね、これ香取神宮の方行く道のそこにある東京電力でしょうね、鉄塔の上でね、3人の人がね作業してます。これは今日の最大の発見ですね。あの3人は絶対、4人かな、絶対具体的信頼感で仕事してるんでしょうね。はあ、おめが悪いとかおめのせいだとか言ってたら怒っちゃいますね仕事がまとまりませんよね。うわー、すごい。まあ落っこちないと思いますけどね、安全帯で。あれ2本ぐらいかけてるのかな、安全帯2本掛けだと思いますが、どうぞご安全にね、黙々と。これこそ縁の下ですね。縁の下じゃなくて鉄塔のてっぺんですが、これね、30メーター、いや50メーターぐらいあるんですかね、あそこは。